ユーラシア、ユーラシアは、ヨーロッパとアジアを合わせた領域を示す造語である。は、あるいはトカラのカバン語である。漢字文化圏では、オアとも言う。面積はおよそ5492万9万九千平方キロメートルで、地球の陸地面積、南極大陸を含むの40.4%、全表面積の10.8%である。人口は47億1500万人。 2006年で地球の総人口の72%を占めている。その大部分を地球最大の大陸であるユーラシア大陸が占める。島としては面積順にボルネオ島、スマトラ島、本州、ブリテン島、スラワェシ島、ジャワ島、ルソン島、ミンダノ島、北海道本島、カラフト本島、九州本島、台湾島、海南島などが属する。 ほぼ全州を海に囲まれており、北は北極海、南はインド洋、西は大西洋、東は太平洋に面する。唯一スエズ地況でアフリカと陸続きであるが、現在は人口のスエズ運河で切り離されている。伝統的にアジアとヨーロッパに分かれる。自然地理学的にはヨーロッパはユーラシアの生誕の半島上の陸海に過ぎず。 面積の大部分はアジアである。ただし、ウラル山脈カスピ海カ,カフカス山脈という伝統的なアジアとヨーロッパの境界は人や物の交流の妨げにはあまりなっておらず、数百年にわたりその境界をまたがる大国であるロシュ帝国ソビエート連邦ロシア連邦が存在してきた結果、ますます意味を失っている。例えば何かの統計や記録が 伝統的なアジアとヨーロッパの境界で分けて集計されるということは実際にはない。ユーラシア大陸、ユーラシア大陸はヨーロッパとアジアを合わせた大陸。6大陸の中で一番大きい大陸である。その語源がユーロアジアとユーラシアというカバン語にあることからもわかるようにヨーロッパとアジアとを合わせた地形的に独立した地域を指す。かつての古代ギリシア、 古代ローマ人の地理的な知見は、地中海沿岸に限られており、北岸がヨーロッパ、南岸がアフリカ、東岸がアジアと定義された。しかしその後、地理的な知見が拡大するとともに、ヨーロッパとアジアの地理的な境界が明確でないことが明らかとなった。そのため現在では、地理的には両者を一体として、ユーラシア大陸として扱われる。もっとも現在でも、 アジアとヨーロッパの区別は存在するが、その境界は人為的なものなので明確でない。ウラル山脈、カスピ海、大航カサス山脈、国海などを境にする説が主流である。ユーラシアのヨーロッパ部分はヨーロッパ大陸、アジア部分はアジア大陸とも呼ばれる。さらに、アジア大陸のうち、香港、マカオを除く中華人民共和国が実効支配する地域は、 中国大陸とも呼ばれる。なお、アフリカに関しては、スエズ地境という明確な境界が存在するため、スエズ地境以南はアフリカ大陸、以北はユーラシア大陸と地理的に明確に区分される。ただし、両者は地続きであることから、これを合わせてアフロユーラシア大陸と呼ぶことがある。 面積5492万平方キロメートル。全陸地面積の37%を占める。海岸線総延長距離は10万7800キロメートル。モンゴル高原から国海北岸のキプチャク草原に至る地域を中央ユーラシアと呼ぶ。遊牧民の諸国家と低住民の諸国家が中央ユーラシアをめぐって攻防した。また、中央ユーラシアは東アジア。 南アジア、西アジア、ヨーロッパを結ぶ陸の交易路の結節地帯であり、経済、文化の交流が盛んに行われた地域でもある。その交易路を指してシルクロードと呼ばれる。ユーラシアの歴史はアフリカの歴史に次いで長いが、当初はアジアとヨーロッパという海で隔てられた二つの陸海があると考えられていた。ユーラシアという概念を呼び言葉が生まれたのは アジアとヨーロッパが国会の向こうで繋がっていることが明らかになってからと思われるが、起源ははっきりしない。ユーラシアという言葉が広まったのは、広瀬陽子によれば、ハルフォード・マッキンダーが、デモクラシーの理想と現実、デモクラティック・アイディールズ・アンド・リアリティ、マキンダー1919 19の中で、ユーラシアのハートランドとユーラシアのリムランドを論じたことが大きく、 影響しているとされる。ソビエト連邦崩壊後、旧ソ連諸国が自分たちの地域をユーラシアと表現することが増えてきており、特にユーラシア連合の提案者でユーラシア主義を信奉するカザフスタンのヌルスルタン、ナザバイフは熱心であり、ユーラシアメディアフォーラムなどを創設し、ユーラシア経済共同体とユーラシア経済連合の創設条約はいずれもカザフスタンで調印され、 その貢献からナザルバイフは最高ユーラシア経済評議会、ユーラシア経済連合の最高意思決定機関の名誉議長にも任命されている。ユーラシア人にはヨーロッパ人とアジア人との根血という意味がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。